2022年10月27日、起業家のイーロン・マスクが440億ドルでツイッター社を買収しました。そして、社員は半分近くリストラして、今現在話題になってます。日本支部も例外ではなく、OG の社員がリストラされました。そんな中、VIP ではこんなスレが立ちました。ツイッター社で働いてた日本人の姉ちゃんたちが謎すぎる。初出社、初泣き出しなかった。神保町でチームランチ。会社の中でも外でもわちゃわちゃしてるうちのチーム。ピエールさんの圧勝でございます。私なんもしてないけど同じチームでラッキー。これが果たして会社で働いている光景だったのか？神保町のカレー屋ってマジでじゃがいもついてるんだな。仕事中のワインは格別。乾杯フレンズ。いつものワインタイムです。仕事とは、素晴らしいピープルとフーズ。今日も楽しいティータイム。ラブウェアユーワーク。会社が全力で甘やかしてくる。この箱はとても大切にする。ツイッターのみんな大好き。もっと一緒に仕事がしたい。ラブウェアユーワーク。ワンチーム。誰が見てるんだこういうの。なんかよくわからないうちら仲間だぜアピールがやたら多い。大学のイベントサークルに似てる。なんか、かわいい。ティータイム。What's happening? 旧ツオフサイトミーティング。ハッピーフライデー。国際もマジっていうさ。東北ツイッター社って赤字だしジャパンだってそんな優雅にできるレベルの黒字じゃないのにな。そらイーロンマスクも怒るよ。赤字垂れ流しだけど、会社に行くとスムージーが支給されたりするらしい。会社に来たらスムージーが提供されまして、めちゃくちゃ美味しくて、ほとんど飲んでから写真を撮るセンスのなさ。そら F.I.R.E やね。その通りなんだよな。ツイッターのアプリって正直デザイナーいりますか？会社で仕事ありますか？って大学生に面と向かって聞かれた。笑い。まあ実際こんなんばっかだったからマスクも大幅開墾する必要だろうな。赤字垂れ流しなのに日本人社員の姉ちゃんたちは揃いも揃って海外旅行アピールとか、都心の港区一等地のセレブな店で飯食ったアピールとか画像付きでしまくってるのが謎すぎた。おやつにスパム握りが出るらしい。広報担当なのにフォロワー43名ってのもすごい。今日のおやつも美味しかった。おにぎりに JKIDSX、TEA、タイムって書いてあってかわいい。ありがとう。ラブウェアユーワーク。所詮自社だし仕事も楽でしょ。本国の奴らはノルマ果たせないと即切りなんだわ。赤字垂れ流しなんだわ。イーロン・マスク曰く1日4億の赤字出てるらしいからね。収益伸びないのに人員だけ増やし続けるクソ経営してたつけ。どのアカウントも何仕事してるかさっぱり見えないのが面白い。強いて言うならなんかよくわからないカンファレンスを開催しまくってること、イベント屋なのか？自分たちが率先してツイートすることによってツイッターの使い方を広く知らしめるのが仕事だったのかな。ツイッターは本来こういう方向性のソーシャルネットです。皆さん参考にしてください。みたいなのを示すための業務だというのならなるほどと思うけど、それにしても広報官がフォロワー43名しかいないから効果出してないと思う。ツイッター社員の投稿大体こんなの。海外旅行欧米方面限定の写真、東京の食い物ややおされ店に行った写真、東京のビルの上からビル街を見下ろした写真、自分の赤子の写真、食い物の写真、アートなイベントに行った写真、カンファレンスのイベント開いてる写真、パーティして食い物並べて記念写真撮ってる写真、欧米と東京都心と食い物とイベントごとと同僚とか家族とかそういう絆とかに異様なくらいこだわりが強いのが気になる。何がそこまでそういうものを求めさせてるのか。この商務は地獄のような職場だな。工場が務められるのは工場くらいだろ。こういう人って大体人の襟好みが激しくて苦手なんだよな。新人と一切会話しなかったり。この人たちクビになったの？ツイート見ればわかる。普段陽気なイベント、東京、欧米、食い物の写真あげて楽しそうなアカウントが、11月4日に一斉に短文の匂わせ投稿してツイートが止まってるやつがいる。悲しい匂わせ投稿みたい。赤放置してどうでもいい広告ツイートばっかりしてた連中だしなことになってたまあ。こいつらはまた次の似たような会社に移るだけ。会社に余裕が出てくるとこういうのが潜り込んでくるもんよ。この10年ちょっとの間に音楽配信業界、ソシャゲ業界、動画配信業界って移っていってるやつ知ってるけど、ガチで何もスキルない企画とか広報やってる。出会いに感謝、絆、チームの仲間は家族同然、ワンチーム、なんで揃いも揃ってラーメン屋や居酒屋みたいなワードが好きなんだろ。最近の違法マルチやネットワークビジネス詐欺みたい。コネでお友達引き込んで作った無能だらけのお遊びサークルが強制解散されただけ。技術職も社外のエンジニアに能力を審査されて水準を満たした人は切られてないようだし、そもそも十分に広告が取れてしっかり利益を出せてたなら、広報担当が解雇なんてされるわけがない。なんでこいつらクビになったのに能天気なの？こいつらいつか女優になってそう。途中で話題に出てきた匂わせツイートを貼っているスレもありました。ついでにそっちも紹介してくれ。ツイッター日本法人クビになった人わらわらわら。仕事中にお酒飲んだり BBQ したり Tinder でマッチした相手を見せ合って笑ったり最高の職場でした。経験が全て血となり肉となっています。ご恩は忘れません。一緒に仕事ができて光栄でした。ラグウェアユーは悪度。ラグツイッター。ワンチーム。ツイッタージャパンで働けた7ヶ月間は濃く、たっとく、幸せで、言葉では言い表せないほど素晴らしい時間でした。ツイークとして過ごした時間は本当に充実していました。関わったすべてのツイークスへ、本当にありがとうございました。ツイークスとの出会いが本当に宝物です。ラグウェアユーは悪度。ワンチーム。これまでオフィスでいただいたフルーツ、ランチやアルコールだけでなく、経験すべてが血となり肉となっています。ご恩は忘れません。一緒に仕事ができて光栄でした。ラブウェアユーは悪度。ラブツイッター。ワンチーム。どれにして正解でん。お前らニートや貧困層の一人負けなだけだけどな。森は気持ち悪いけど日本じゃかなりの上位スペックだから1週間転職活動すれば好条件で引く手はまたやぞ。こんなに大好きなサービスに社員として携わることができて、楽しく仕事して、思い出もたくさんできて、Twitter で過ごした日々は本当に大切な宝物です。ありがとう Twitter。愛してるよ。ラブウェアユーワーク。ラブ Twitter。私の転職活動。まずは個人 PC を買うところから始めないといけない。先が長すぎる。パソコン買うところからスタートっぽいけど。不要な人材を切り捨てるとか有能だな。いかがでしたか？急に解雇されて、この人らもびっくりやろな。他にも、トレンド操作疑惑、TwitterJP、シャドウバンなど、面白いことが起こってるみたいです。憶測で語ってる人もおるやろから、全部を鵜呑みにはせん方がええで。すごい大変なのが大変なのだ。どうしたんや？つい先日急に会社を辞めさせられたのだ。僕何もしてないのに、今で新しい働き口が欲しいのだ。じゃあまず、年齢を教えてくれるかな？前職ではアメリカの大手 IT 企業に勤めていたのだ。なんて会社なん？ツイッターなの。